ジャンティ原子力発電所はかつて運転していたカナダの原子力発電所である。所在地はモントリオールから北東に 100km ほど離れたケベック州ベカンクールのセントローレンス川南岸にある。ジャンティ原子力発電所はケベック州で唯一の原子力発電所で2機の原子炉が設置されていた。ジャンティ1号機は出力250メガワットの沸騰水型。 CAND ユーロの原型路で技術的な問題から1977年に停止された。ジャンティ2号機は出力675メガワットの CAND ユーロで国有公益事業のイドロケベックが1983年から2012年の間商業運転を行っていた。ジャンティ原子力発電所は1966年から1983年に かけて建設された。当時は、ケベック州内に30から35基の原子炉を設置する計画であった。3番目の原子炉である、ジャンティー3号機は1970年代後半に電力需要の落ち込みを受けて計画がキャンセルされた。2012年10月に、経済的な理由により、ジャンティー2号機の改修を行わずに廃炉とすることが決定された。 廃炉の完了には約50年かかると見られている。同年12月には原子炉が停止され、廃炉措置が開始された。ジャンティ1号機は沸騰水型 CANDU 炉の原型炉で重水原則沸騰軽水冷却炉に基づいて電気出力250メガれるよう設計されていた。この炉は他の CANDU 炉とは異なるユニークな設計。 例えば垂直方向に配置された圧力管や軽水冷却剤が採用されていた。これによりコスト低減と設備の簡素化を図り、再び輸出できるようにすることを目指していた。しかし、この設計はうまくいかず、7年近い期間の間にわずか180日しか運転できなかったため、1977年に運転終了となった。 ジャンティ2号機はポイントルプロ原子力発電所と同様の標準的な CANDU-6 型炉であった。CANDU-6 型炉は非常に成功した炉型で韓国、アルゼンチン、ルーマニア、中国にも輸出された。電気出力675上でジャンティ1号機とは異なり、1982年の 運転開始から良好な運転成績を収め、累積設備利用率は76.4%に達した。2008年8月19日には、ケベック州政府が、ジャンティー2号機を2040年まで運転可能にするため、19億カナダドルを投じて、オーバーホールすると発表した。しかし、原子炉の改修は2012年10月3日に、イドロケベックの CEO、 t l ー・バンダルが経済上の理由により、ジャンティー2号機の運転を2012年12月28日午後10時30分をもって終了し、廃炉にすると発表したことにより、一転して取りやめとなった。その時点で、廃炉措置には50年以上かかり、費用は18億カナダドルに上るとみられるとされた。選挙公約に従い、新たにケベック州首相となったポーリン・マロイスは、 運転停止と廃炉を指示した。ジャンティには出力411メガワットのベカンクール火力発電所も併設されており、1992年から1993年にかけて運用に入っている。ジャンティ3号機は建設が計画されていたもののケベック州首相のルネ・レベックにより中止された。ケベック等が発行した白書では、将来のケベックの電力需要は、 水力発電で賄うことができ、ジャンティー3号機は不要であるとされていた。選挙によりケベック党政権が成立すると、原子力発電所の建設猶予措置が取られることになった。ジャンティー3号機は1990年までに観光することを、イドロケベック並びに、ケベック州政府が確約しており、また、ケベック州政府が4機の CAND u 炉を建設するのに、 十分な量の重水を1982年に開業予定のトロアリビエール近郊のラ・プラード重水工場から購入する約束になっていたにもかかわらずである。ありがとうございます。